な平だけはこんな感じで生えてきました。第2弾が生えてきました。エリンギができました。トイレ行ってきます。もいでもいいけど、どうせ切るけん包丁でこうやって普通にポロって取っていいよ、うん、こんな感じでじゃん、じゃん、しょっこら大丈夫です、後で掃除機かけます。はい、最後この子も取った方がいいかも。すごい、OK、はい、じゃん、こんな感じで、はい、今回エリンギを収穫しました。今から料理します。ピピじゃあね、エリンギどうですか？おいしいね。一口パク。おいしい？うん、おいしい。なんか柔らかいよね、お店のよりなんかね、うん、あーちゃんお店のより柔らかかったよ、エリンギ、うん、あーちゃんお店